ダネル NTW-20 とは、南アフリカ共和国のアエロテクシエッサー社が、開発した、ボルトアクション式対物ライフルである。見晴らしがよく広大な南アフリカの草原では、戦闘での対峙距離が長くなる傾向があり、長射程の下記が求められていた。これを受け、アエロテクシエッサー社は、同銃を開発、南アフリカの自由化後は、ダネル社により、 海外に輸出された。そのため、開発元が、アエロテク・シエッサー社であるにもかかわらず、ダネル社の名前で呼ばれることが多い。設計は、トニー・ネオフィトーが担当し、開発は1995年8月にエロテックの名前で始まって4ヶ月半後には、実用的な試作品が完成した。短期間での開発が可能だったのは、ネオフィトーがヘリコプター砲塔に組み込む。 反動軽減システムの経験を持っていたからである。開発規模をさらに減らすため、MG151-20 の発展型として、南アフリカで開発されたベクターが -120mm 機関砲の重心、ボルト、重み受けを利用している。開発当初は ARM と呼ばれていたが、14.5X114mm 弾用のコンバージョンキット開発とともに解消された。 後継によって、NTW-20 と NTW-14.5 に分類される。個人武装用ライフルとしては、最大級の弾薬を使用するという点である。20X82mm 弾は、第二次世界大戦において、ドイツのモーゼル社が開発した、航空機関砲 MG、MG151-24 の弾薬として開発され、対戦後も、 フランスのマニューリン社が生産を継続している。同じく 14.5X114mm 弾も旧アルシャワ条約機構で対空、体系走行車用重機関銃として開発された KPV 重機関銃用の弾薬として採用されていたものである。また DSHK38 重機関銃用の弾薬である1 2 7 x 1 0 8ト、mm、ル弾や 50BMG として知られる 12.7X99mm、ナトウ弾を使用可能とする、コンバージョンキットも存在する。これらの弾薬を目的別に使用することで、対物、長距離狙撃、訓練用に対応した射撃が可能となる。後継の切り替えは特殊な機器を用いずに、ボルトバレル、小準機、マガジンを交換するだけで行える。 構造は、ボルトアクション方式を採用しており、右側面のボルトハンドルを手動で回転させ、ロックおよび解除を行うことができる。箱型断層を採用し、断層内には3発の弾薬を収めることができる。断層は、暴発を防ぐため反動で弾丸が、ずれないよう弾丸のリムで支えるための切り込みが、設置され、また3発分装填してもバネの余裕ができる構造で、 機関部の左側面に水平に装着する。ストックは内部に、スプリングと二つの大型油圧式サスペンションからなる、ショックアブソーバーを組み込んである。重厚自体もマズルブレーキが仕込まれているため、上述の弾薬から発生する強烈な反動を、50から60%軽減することができる。その他、トリガーガード部分は、 稼働するため、冷感地でのグローブ装着中でも使用可能。また、左右両方の利き手にも対応する。重量は、大物ライフルの中でも特に重い部類に入る。そのため運搬は二組に分解した上で、それぞれをキャリーバッグに詰めていて、観測手の二人で持ち運び、狙撃地点で組み立てる。後発の NTW-20X110mm は、 20X82mm よりも大型の、使用弾薬を考慮しかなり大きな構造となったため、後継のコンバージョンができない設計とされており、相談数も一発のみである。サウスアフリカンアンティメテリルライフルズ。2019年8月4日閲覧。デネル NTW-20 アンチ、マテリルライフル、ヒストリー、スペクツピクチャーズ、ミリタリー。 セキュリティ＆シビリアンガンズ＆エキップメント MILITARYFACTORY.com 二千十三年五月二十一日閲覧。ありがとうございます。